11世紀、とこしえの夜で世界を包んだ妖魔の王、夜の君を一人の少女が倒したという。だが、その散り際に、夜の君はその汚れた血をまき散らし、世界に禍根を残した。ブルーブラッド。その血を浴びた者は、姿と性質を変え、邪妖と呼ばれる人にあだなす存在となった。以降、邪妖は夜になると町に現れ、人々を襲うようになり、人間の世界から夜を奪った。そうして、世界は光さす昼は人が活動し、闇に染まる夜は邪妖がうごめく眠ることのない、夜のない国となった。それから800年、聖戦の舞台となった北海に浮かぶ地図にない島、ルースワール。今この島で、夜との宿命を背負う二人の少女が、運命の再会を果たそうとしていた。これは、夜のない国に生き、愛する者のために戦った二人の少女の物語。ここが指定された島か。くそ、教皇長命。こんな地図にもない島にあんなボロ船で向かわせやがって。おかげでひどい船酔いが。教皇長の騎士の方ですか？まあ、君が今回の司祭。リュリーテス？アーナス、今回の邪妖討伐任務のパートナーってあなただったのね。おう、私も驚いたよ。まさかまた君と一緒に任務ができるとはね。邪妖と戦うエージェント、アーナス様をケアしに参りました。よろしくお願いしますね、騎士様。こちらこそよろしく頼むよ、司祭さん。それにしても久しぶりだな。最後に会ったのはドイツで大物を飼った時だから、何年ぶりだ？そうね、2年ぶりくらいかしら。もうそんなに経ったのか。リュリーティスはそれまで何してたんだ？そうね、お仕事をしたり旅行をしたり、とにかくいろんなところに行ったわね。イギリス、フランス、ポルトガル、ヨーロッパはほとんど回っちゃったんじゃないかしら。そうなんだ。思い返してみると、私は仕事ばっかりの2年だったな。へえ、アーナスはどこでお仕事をしていたの？
メリカ。アメリカ？それはまた遠くに行っていたのね。任務はそれほどでもなかったんだけど、現地まで行くのが大変だったな。今にも沈みそうな小舟に乗って波に揺られていったんだ。何度死ぬかと思ったことか。ああ、アーナスって船が苦手だものね。うん、なんで船になんて乗りたがるのかわからないよ。向こう岸に渡りたいなら橋を架ければいいし、魚を釣りたいならそこらの川でこと足りる。人間は地に足つけて生きるのが一番なんだよ。わざわざ水の上に行く必要なんてこれっぽっちもないじゃないか。アーナス、わかった、わかったから落ち着いて。ごめん。ううん。アーナスが昔から変わってなくて安心したわ。でもこの島にも船で来たんでしょ？大丈夫だったの？実はあんまり大丈夫じゃない。さっきから船酔いで頭がグラグラしてるんだ。あら、大変。じゃあ早くホテルに行きましょう。ホテル？ええ、教皇庁の協力者が待っているの。さっき見てきたけど、広くていいホテルだったわよ。さすが教皇庁、気前だけはいいな。まあいいや、ホテルに向かうとするか。そうね、行きましょう、アーナス。どうしたんだよ、リリーティス。急に笑ったりして。アーナスと一緒にいるんだなって思ったら、つい嬉しくなっちゃって。なんだよ、それ。私たち、学生の時はずっと一緒にいたじゃない？寄宿舎で一緒に起きて、遊んで、お話しして。なのに、卒業したらめったに会えなくなっちゃって。私、とっても寂しかったのよ。リュリーテス。だからね、アーナス、今回はまたあなたと一緒にいられてとっても嬉しいの。そっか。ねえ、リュリーテス、この島あまり大きくなさそうだけど、景色は綺麗だと思わない？この任務が終わったら一緒に見て回ろうよ。いろんな話をしながらさ。約束だからね。うん、約束。そうと決まればこんな任務さっさと終わらせちゃおう。